福ちゃん、大阪人増えたぞ。はい、あ、そうです、仲間増えました。先輩だったんで、まあよろしくお願いします、先輩のこと。歓迎の言葉ようこそ。そうです、まあ、今まで入ったチームとはまた異なったサッカースタイルで、みんなすごい足元の技術高いですし、まあ、色のあるチームだなっていうふうに感じました。まあ、選手としてオファーをいただけるっていうのはすごいポジティブな部分なんで、すごいありがたかったですし、まあ、魅力あるサッカーをするなっていうのはずっと感じてたので嬉しかったですね。はい、まあ、夏の移籍は初めてで、まあ、僕自身もこう今シーズン、まあ、怪我もあり、数多くの試合に出場するっていうのはできてなかったので、まあ、こうして環境を変えてもう一度チャレンジするっていうのは選手として成長できるのかなと思ったんで、まあ、あとはヴェルディのサッカーがすごい自分自身に合うのかなと思ったんで決断させてもらいました。そうです、まあ、まあ僕もこうビルドアップとかそういう部分すごい持ち味としてるんで、積極的に全員とコミュニケーションを取って関わっていくので、しっかりそういう部分を見てもらえたり、まあ、あとはキックの精度であったり、そういうのを見てもらえたらなと思います。まあ、僕結構振ることが多かったんで、あんまり振られても結構緊張しいなんで、あと思ったより人見知りなんで、まあ、お手柔らかにしてほしいなと思います。逆にあれですかね、福村選手や梶川選手を逆にどんどんいじっていくような感じの方がいいんですかね。まあ、年上の人なんでなかなかいけないですけど、まあ、もう少し溶け込めばっていう感じですかね。はい、まだもちろん覚えてもらえてないと思うんですけど、まあ、入ったからにはしっかり期待に応えられるように、そして応援していただけるように、一人でも多くの人にこう自分のユニフォームを着ていただけるようにしっかり頑張っていくので、温かい応援をよろしくお願いします。ちなみにニックネームはみんなどう呼べばいいんでしょうか。まあ、今日たくまって呼んでくださいって言いましたけど、今まで所属したチームでサポーターの方にはよく浜ちゃんって、まあ、浜崎なので浜ちゃんって呼ばれることが多かったんで、まあ、浜ちゃんでもたくまでも、まあ、名前呼んでいただけるだけでありがたいです。はい。